はい、お疲れ様です。タロのエルデンリング初見実況プレイパート16ですかね。前回ここでセキロを倒して、なんだこれ、校長先生、歴代の魔法使いかな。セキロを倒した後で続けてます。すげえ、カップルおるやん。おじさんのカップルおるやん。こっちにもおる。全部同じ人なんかな。さてと、進んでいこう。多分あれってね、あの強さが中ボスだと思うんだよね。わかんないんですけど。うお、なんだここ。亀だ。うお、なんだここ。ちょっと亀がたくさんいる。あ、まだね、ほら、やっぱり続いてるから。ああ、なるほど。馬は乗れないと、ダンジョンだから。で、こっちから来ました。じゃあ上も行けると。よし、探索続けていきましょう。いや、前回勝ててよかったな。つぼや、うるせえ。どういうこと？どういうこと？一撃？え、どういうこと？え？どういうこと？一撃？え？何？早くない？言うの。探索続けていこうかなって言って。え？やっぱり難しいんかな？やっぱりストーリーだから、ストーリーというか、イベントの。ボスだからやっぱりそう簡単じゃないよね。やっぱ敵の配置数が尋常じゃないぐらい多い。上にも行けるね。はあ、ホリホリしてる。どういうことこれ。どうやったらいい。どうしたらいいんだろう。こいつかな。こいつらの一撃攻撃かな、わかんないけど、なんかわかんないんだけど、強かったんで、さっき。今の何だったんだろう。バグかな。秘密壺。まあいいや。上にもいるね。OK。とりあえず登っていこう。サボってんな。おい、メラメラ。よいしょ。お前らもやるんか。あっちにいるな。バレない？大丈夫？バレてる。よしよしよし。さてと、え、まあ、どこ？よかれと思ってカッコつけて飛んでいったらちょっと食らってもた。あ、下開ける。うん、なるほど。なんだなんだなんだあれ。なんかあれ、ロード画面で見たことあるやつや。なんだあいつ、戦わなきゃいけないんでしょあいつと。ちょっと待ってくださいよ。こっちは、あ、上から狙い足らなくて済むってことか。やば。開けれるかな。あっち、こっちから開かないね。うるせえ。
チューチュー、レディーゴー。うん、こっちもいける、いけるとこは行ってしまおう。下にもいける。オッケー。どこに向かってるのかさっぱりわかんないですけど、なんかいるな。ああなんやねん、ヘタレがバカ。最強の称号を手に入れてる松尾くんに、あ、資格はないです。太郎センサーでアイテムがある場所も一目瞭然です。よし、はしごも早く登れます。実際こんな早く登れないよな、もうバテバテだろうな、リアルだったら。どこだ、なんかダークソウル1思い出すな。やば、3匹。リアルに、リアルにやる。2020。多分アイテムだと思うんだよね。こっからか。こっからか。マジか。マジか。とりあえずダッシュして。はい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 。こっちもいるやん。OK。ふう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 。ちょっとずつ来る。OK。逃げる。で、走って、どけ！で、これで走って、こっちにジャーンプ！そして、こっちにも、それからローリングからね、パチン！パチン！よいしょー！ていっ！で、こっちに行ったらもう一匹行って逃げて、ローリングジャーンプ！よいしょ！はい、調子いいぞ。今のところ。そして、ここはジャーンプで落ちて、そして、盾を持ちて、2匹雑魚がいるんで、そいつらを撲滅。滅。この武器がやっぱり起動早いんだよね。で、超攻撃な一撃 R2 で、R2 というか L2 か、つけれるんで。刺さってるけど大丈夫？貫通しちゃってますね。ほら。ギリ貫通してない。服に刺さってる。よかったよかった、心配したよ。ここね、上にアイテムあるな。どこにいんの、あっちか。それずつ戦おう。この技これができるんだよ。おい、その代わり FP 使うんですけどね。やばい、カス。やばい、何匹おんねんカスどもがよ、こいつは。ボケ、口悪くなります。僕はこのゲームをしてるとき、さあちゃんと回収できるものは回収していこう。うん、登れないね、まだ。こっちに、どっちに行こうかな。こっちに行くと、あ、どうせこっち側に行くしかないか。 OK。 で
あ、下にも行けると。どこに向かってんだろう、俺は。あっちはいけない。はいはい。で？はあはあはあ。OK。で、下に行ける。こっちは、こっちも行けるけど、ちょっとまだだね。順番的にはこうだ。な、こいつ、何発撃つねん。何発撃つねん。やば。うぜ、うぜ、うぜ。うぜ、ちょっと待って。何発撃つの。びっくり。うわ、刺さりすぎ。ちょっと、矢が、震えてるけど大丈夫？めっちゃ震えてるけど大丈夫？落とされる。大丈夫？めっちゃ震えてたけど大丈夫？ OD してない？うるさかったですか？僕の今の。もううるさいとか気にしてらんないからね、このゲームやってても。デフォだからうるさいのが。で、こっちだね。あっちにもあるね。ここではしごがあって、オッケーオッケー。アイテムはできるだけなんかわかんないけど、後々使えるから回収してる。あ、魔石剣の鍵や。これ絶対必要だよね。ジャンプ。おお、ほえ。魔石剣の鍵は必要なんだよね、確か。知らんけど。研ぎ師さん。で、上に行くと戻れると。なるほど。おお、これ。昔のダークソウルシリーズはジャンプが結構難しかったんだよね。だから何回もジャンプで傷に死んでたりしたんですけど。これさ、こっちから行けるね。はしごじゃなくて、まず。おい。来たね。なんか来たね。おっと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 。やばー。何ここ。何ここ。ここってさ、あれじゃん。学院のか輝かしい石の鍵。こんなとこあるん？分かりにくい。やられる前にやる。いた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 。マジでうぜえわ。ムカつくわ、このゲーム。回復させてくんねえんだよ、なかなか。あと2個しかないんだよね。で、下に行くと、ああ、あれか、ボス部屋、ボス部屋か。だよね。なんか、何何これ。双剣の輝か石頭。何それ。なんか、すげえの手に入れたけど、今、キラキラの。この辺でしょ、多分。ねえ。武器じゃないよね。
あ、ほだ。これ何？あ、装備か。何これ見て。イエーイ、仲間だぜ。よう分からんけど、つけました。合ってる？この道でというか。なんかいるよー。なんかいるよ。おい、これちょっと、えぐい、こいつ、えぐいなー。ちょっと待ってくれ。これなんだこれ。人形型の兜。中量。物理こっちの方が強いんだよな。いや、見た目が俺、見た目大事、見た目至上主義。いるね。弓矢じゃんこいつ。違う？強い。上流小生の服。NPC やね。もえ、だ、だ、ど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 うなってるこれ。え、大丈夫？大丈夫？ 3 本刺さってるけど。なんだここ。え？アズールの輝かしき杖。杖だ。あ。知力52？え、東大レベル？壊れた。まあでもなんか分からんけど、ありがとう。これが多分一つのサブクエストみたいな感じか。サブ弾みたいな。ヒゲダン。ちょっとね、テンション高くないとちょっとやってらんないところあります。てぇ！ここ何？あ、ここ最初のとこじゃね？ちょ、行ったことないかな。え、ここ最初じゃね？ねえ。ほら。見たことある。あったあった。 OK。 見たことある。討論室からね。見たことある。 OK。 パート16、ちょっとずつね、まあアイテムも取りつつね、なんかボス部屋までダッシュしてボス倒して終わるっていうのはちょっと僕はできないね。この武器が一番強いかな。攻撃力的にはこれだけど、俺的にこれが一番使いやすいわ。で、こっちだね。で、こっちなんだけど、なんか、いたんだよね。やばいやつが。いたでしょ？あれいない。いるいる、あっちいる、あっちいる。あいつどんなもんかちょっと倒してみようか。やば。なになになに？おお、硬い。おお、やばい。えぐい。まだ。え？え？
え何してんの？もうアイアンメイデンじゃん。アイアンメイデンじゃん。ちょっと待って。ちょっと逃げよう逃げよう。ちょっと、終わった。強い。え、強くない？あいつ強くね？あ、いや、え、中世の拷問器具じゃないですか。あ、その知識を知ってるのにもかかわらず、これが避けられないっていう。実際だったらどうなんだろうね。本当にリアル視点でいきたいと思う。俺はもう、このゲームを、もうこれ俺っていうさ。これは俺なんだっていう感じでいこう。もう俺です。なんかある。設計の鍵ゲット、でかい。で、あ、ルーンは？俺のルーンどこ行った？出せた。え、やばいやばい。おお、二度も何度も何度も同じに会うか。やばやばやば。離れて離れて離れて。どけ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 。こいつ強え。やっぱ強えわ。やべ。うん。おお。ちょっと倒した。どれぐらいもらえるん？ルーン。結構もらえたな。ハードル。よくわからんけど緊張するなあ。ああいうボス。ええ、ちょっと、な、何ザリガニまずい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 。美味しそう。でもあのに、あれあれ、オッケー。ふうふう。睡蓮。隠しアイテムとかないですか？隠しアイテムとかないですか、お兄さん。こっから行けとこういうことだね。多分ね。あっちに入ってまったね。何？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 このゲーム。何？このゲーム。え、何？何？やばい。何？やばい。めんどくせえ。こちらか、開かない。あれ、これなんだ。魔境やなんかあるな。ちょっと待って、
なんか怪しいよな。この空間もなんか怪しいし、なんか強そうだし、ちょっと一旦こっちに行かせて。これなんかわかんないけど、こっち行かせて。はい。ああ、神経が。うーっす。どこに行くんだろう。どこに行くんだろう。ワクワクするけど、危ない、いきなり危なかったら嫌だな。え？どこ？ああ、喜びの結びの教会。何これ？敵？汗びとの方ですから、結びの教会によく参られました。私はミリエル、今日の教会をお預かりしているものです。お恥ずかしいことにこのように荒れ果てておりますが、特にお陣はご存知でしょうか。この結びの教会にどのような由来があるのか。知らん。ああ、そうでしたか。それも仕方ないことです。破壊戦争を起こってから人はみんな大事なことを忘れてしまいました。この結びの教会はかつて黄金樹と月、2つの王家が和睦を結び、赤い神ラダゴン様と満月のレネラ様が契りを結んだ場所なのです。だから、その君は。で、魔術を学ぶ、祈祷を学ぶ。スクロールを渡す。学院のスクロールを渡す。教室のスクロールを洗う。すると、お前はめっちゃ通るやん。カーリアの体験。でも、知力が足らんねんな。ありがとう。よう分からんけど、ありがとう。怪しい。OK。黄金の縫い針。黄金の裁縫道具。何使うん、これ裁縫道具とか何使うんだろうな。アイテム生成かな。まあ分からんけど。うわ、綺麗な場所だ。全然綺麗な場所じゃん。焚き火は？どこだ、ここ。へえ。ここでも絶対チェックポイントあるでしょ。ないはずがない。あったあったあった。ここで魔術を覚えたらいいとね。ちょっと飛ばさないでほしかったな。まあ仕方ないか。で、飛ばされないで、完全にワープされてるよね。ってことは、ボス部屋近かったんかな。行きましょうか。学びの一室、討論室。ゴロゴロピョーンから行くってことね。こっから。さてと、ボス、そろそろボスかな。弱かったらいいな。どうだろうな。そう簡単に。まだボスちゃうかな。もうそろそろだと思うんだけどね。だとしたら簡単すぎるかな。
かもね。でこっちに行ったらラダゴンさん、何これ、カーリア騎士ムーングラムさん、うわっ、まだ来ないでしょ。と思ったんだけどさ、思ったんだけどこっちまで来ないか。来た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 。死ぬで。俺が死ぬんかーい。いてー。あー強え、こいつカーリア騎士強え。このみんな考えること、こいつにバコンやられんかなって。オッケーオッケーオッケー。でこいつを倒して多分先に祝福がありまして、でボスかな。まあこれぐらいかな、多分第2面の2面って言ったら多分。でも勝てない敵じゃないですね。でなんかビヨーンってされるのちょっとあれなんで、このでっかい武器で行った方がいいな多分。このたまたまがさ落ちてくるのちょっと嫌だな。だから広場で戦った方がいいね。広場が用意されてるんだからさ。真ん中から行ってこっちに OK。 さてとこっちの剣で行くか。早いなぁ。いや振りが大きいとダメね。オッケーオッケー。振りが大きいとダメだわこれ。おーわおわおわお、すごい。でちょっとあっち見てみよう。あっちはオッケーオッケーオッケー。振りが大きいとダメ。あんまり攻撃受けてやる、攻撃受けてやる、それかもう遠くからモーション的にぐる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 でやるしかないね。オッケーオッケーオッケー。でっかいのはちょっとダメだわ。あんまり攻撃しすぎたら、パリーしてくる。うぜぇ。で、されても、全体力が満タンだった場合、そこまで死にはしないっていう。これ使えないかな？人形兵の位牌。位牌強化ってどこでするんだろうなというか。まあとりあえずやってみよう。ちょっと危ない。これ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 。オッケー。おい。で真ん中をこうしてって真ん中を行ってこっちに行く。オッケー。
人形兵いけないかな。何してんの、何してんの、武器ないじゃん。うぜー、もう回り込んで致命を与え続けるしかないか。もう本当にどう、もう本当に雑魚敵の倒し方で言った方が一番いいな。あと9分、 OKOKOK、 あと1回だったらいける。俺だったらいける、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 いける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 、俺だったらいける、俺だったらいける、俺だったらいける、いけるいけるいける、パート16かますよ。兵隊さん強いんだ、あいつパリーしてくるの一番だるいよな。なんか本当に対人戦してるみたいで。行っていく、大体こういうゲームのあれで分かるんだよね。真ん中通ってこっち行けば大丈夫しょ、ついつい、よし、後ろついていこう。もう余計なことすな。うまい、オーマイガーメンス、ここ何、武器武器武器、ちょっと武器、危ない、二度と変な声すな。おお、あでもちょっと食らってんだよな。いっか、すっげえ強いこの武器。あ、危ねえ。OK。ふざけんなよ、お前、マジ。飲むなよ。あ、武器持てない。よし。よし。おれ！死んでくれたまえ。カーリアの騎士盾。お、めちゃめちゃいい、良さそうな盾や。知力が足らへん。バカにしとんのか、お前。バカにしとんのか。知力が足らへんて。え？あ、魔力も、これ強いな。知力15でしょ？あ、俺知力今何なんだよ。知力は9。ふざけんじゃねえ、いるか！そんな盾いるか！視力とかいるか。でこっちか。まずい、やだやだやだ、あー怖い。こっち、とりあえずこっち行こう。はあ、焚き火か。ん、どこ、何ここ。んあ、正門、正面だ、正面。ほらほらほら。違うか。ん？何ここ？どこ？来たことない。ちょっと待って。焚き火台あるんじゃないのかな？焚き火って、焚き火じゃなくてあの、あれないかな？あの、あれないですか？祝福ないですか？絶対ここボスだよね。ほらーほらー、何気持ち悪い服着やがって。
神来てるんだからな、こっちは。え？めっちゃ見るやん。え？何これ？え、かわいい。ああ、なった。何これ。もっといい子で産んであげれば。美しいボスだよね、多分。ほら、ちょ、敵の攻撃もまず。無限に産み落とされるのかな、多分。やべ。どうすん、どうすんだ、どうすんだ。どうすんだ、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 これ。どうすんだ、どうすんだ、どうすんだ。どうすんだ、どうすんだ、これ。わかんねえわ。とりあえず倒してしまおう。どうすんだ、どうすんだ、どうすんだ。本物を倒すってこと？あ、おい、繋がってる。ほら。違う？で、繋がってるのを倒すんだよ、多分。無限に出てくるからね、これ。どうすんだ、あと2分で。どういうことだ。死ぬ。何これ、どうなってんのこれ。また思い出された、ジャンプ攻撃。おお、どうすんだこれ、全く分かんねえ。とりあえず減らしてしまおう。全く減ってないですよね、 HP が。当たらねえ、当たらねえ。あ、なんか持ってる。え、あ、なるほど。これに乗って、これに乗って攻撃するとか？違うなぁ。あ、いける、乗れるなぁ。乗れる。乗れる。全くわかんねえわ。攻略は見たら面白くないからなぁ。いける、ここから攻撃る。乗って、乗って、かな。で、うん。やべえな。どういうこと？あ、上になんかあるな。多分上に行ける道があるんだ、多分。あと8秒。ちょっと待って、あと5秒、5秒、5分追加する。で、ちょっと上に行ける道を探る。
多分どっかにあるはずだよ。それしかない多分。で、上から攻撃できるんだ多分。違うかな。やばいやばい、強い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 。あ、いける？違うな。はしごかなんかないかな。あ、なんだこれ、なんだこれ、割れかけてるよね。でもなんかちょっと割れかけてない？ほら、子供たちをたくさん殺すと割れるんだ。違うか。ほら、割れた割れた、割れかけてる割れかけてる割れかけてる、来た、割れた。マリアか。え、なに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 、うぜえこいつ。なんだ、あともうちょい、あともうちょい。おお、ちょっとずつ割っていこう。バリ生まれるやん。やばい、死ぬ。うわあ、わかりました。なんとなくわかりました。とりあえず子供たちを倒してバリアを破壊して、多分それかバリアをまとってるものを破壊して早めに降りてきたらもうボコボコにしてみたいな感じかな。パート16ですかね。終わります。ありがとう。パート17に続く。